時刻は八時を回りました。F.M. 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。七月二十八日マイオアシス、これから二時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道三三丸沿いにあります F.M. 小座のスタジオから金曜日上条美希がお送りします。いやあ六時半からですか？ラジオ体操って大体ああたしいみたいな。 すごいねよくよく考えてみるとさ夏休みっていつもの学校の時間より早く起きないといけないんだよねきっとね。早く早い時間にどこかに集合しないといけないんだなって小学生も大変だねって思いながら今日顔を洗ってたんだけど <laughs> それにあの一緒に行くはめになったっていうか大人の皆さんも大変だなと思ってね。 なんかさ小学校の時はさスタンプをしたりしてこれ集めたら何かもらえるとか言ってからねなんか頑張ってた気がするんだけど大人になるとねあなんか小学生も大変なんだなっていう感想に変わってしまう, <laughs> うわーと思ったんだけれども今もまだねあのラジオ体操終わって朝ごはんも食べ終わってもう絶好調の子どもたちが。 街に溢れ出すでしょうから先週もね FM 講座に遊びに来てたんですよ一人頭がいい小学生が私のスマホの指紋認証をいろいろいじっていろいろ解除して帰っていきやがった小学生が <laughs> いたんですよ。だから皆さん、あの、くれぐれも安全運転で。気をつけてくださいね、ということで、めぐみさん、昨日ぶりですけど、おはようございます。おはようございます。眠いね。眠いね。なんか二人とも今日さ、多分七割ぐらいしか目が開いてない。そうね。<laughs> もうなんか、うん。うん もうって感じいやいや諦めろなまだまだ8時だみキきは転ばって帰るけどめぐみさんこれからだよそうえそううんオッケー頑張るなんでもういいかなって何があったわけいや何もないけど眠いなと思って目がやばい目がみキきを通り越して何かを見てるよ何かがいる何か見てる何か奥のものもしくはその手前で止まってる 私の目は何を見ているんだろうか。来月二十六歳になるんでしょ。もう言わなくていいです。もう言わなくていいです。頑張っていきましょうよ。今日ね、あの今日ナイレディスクリニックの院長先生のコーナーは、昨日インタビュー取り立てほやほやですからね。そうです。二人でね。行ってきましたね。行ってきましたね。 昨日は、うんうん、いい話いっぱい聞けてよかったなあと思って <laughs> なんかさ隣でさ笑ってたねしょっちゅうね面白かった <laughs> <laughs> 面白かったねということで、はい、もう夏真っ盛りですけれどもそうなんですよねなんかあまだまだ二十六歳若いですってルドルフさんが言ってるよあありがとうございます本当だよもう嫌だよね若いよねいやどういう意味 <laughs> 若いよね嫌だってどういうこと <laughs>、はい、このなんかお祭りとか行ったりしてるんですかお祭りか、うん、お祭りは、うん、お祭りには行ってないけど、うん なんだろうこの何東部であやってるな花火とかはねなんかね先週あったよねね多分テだこ祭りか何かかなテタコか上がってた上がってた花火とかは見たりしますね綺麗ねね沖縄自然島は九月くらいだね九月の十六十七あじゃあ十五十六十七か 楽しみですねはい予定なってます FM 講座もきっとやるはずだからねそう特別番組やるんですよ、ね、皆さん楽しみにしてくださいね、はい、ということで今日のメッセージテーマは今日7月28日ですよはい夏はです <laughs> <laughs>、うん、これささっき無理やり決めたと思ったでしょう私が もう、ね、フリーにしようかどうしようかって悩んでたからそう、ね、これ昨日寝る前にね、うん、だいぶ悩んで考えたんですからね本当に <laughs> そうだったんだ <laughs> じゃあその努力は無駄にしないようにそのテーマを採用としましょうそうしようよね。<laughs> いざね皆さんフリーでもいいですけれども夏はっていう今日テーマでメッセージ募集しています、はい、夏は 暑いとかね。そのままやし。そのままじゃないか。<laughs> 夏は花火とかね。うん。うん、話が終わっちゃうよそれで, <laughs> いいで。いいんですよいいんですよいいですよら。いかな。夏は浴衣とかね。うん、ああまあ祭りのね、うん、そういう感じのね、うん。ちなみに私は夏は夜しか外に出たくない派。 夏じゃなくてもじゃない。じゃ、暑いさ。まつもう暑さが三倍ぐらいになるさいきなり。確かにね。うん、ひやばいね、二時ぐらいやばいね。やばいな、やばいね。もう本当出たくないし。あの日焼けするし。<laughs> <laughs> 小学生の時のあの意気込みはどうしたっていうぐらいにね。大人になりましたよ。うん、夏は大人になったと実感する。季節。 <laughs> 皆さん<ー>メッセージお待ちしていますそして「メグパン」のコーナーもありますよ。今日ね多分ね、あのー、寝ぼけまなこでパン,パンを、ね、選んだからもしかしたらねおにぎり取ったかもしれない <laughs> パンじゃなくて、ねうんうん、もう何か分からなくてやみくもり。ということで,うととでそうそうそう「パンと思ったらあれ?」みたいな。 パンツみたいな。<laughs> やばいやばい。ばいむしゃむしゃ。むしゃ。パンツやばい、パンツむしゃむしゃやばい。ちゃん <laughs> ほら。ほら。<laughs> 進めてください。早くいということで、今日のメグパンのヒントお願いします、えー。今日のヒントは。うん、まあ。おやつですね。<あ>うん。おやつ。おやつ。みたいいですね。おや,やねおやつみたいなやつ。うん。 じゃああと一個ヒントとあと一個うんまあパンではない <laughs> やべ<ー> <laughs> 聞いといてよかった <laughs> おはや答えみたいなもんだけどね <laughs> いや答えみたいなもんじゃないから <laughs> 余計混乱させてるよ <laughs> どこかうかな皆さんすいませんね毎週え、うん、今日のメグパンいや前に行ってねえわ <laughs> <laughs> みんなに言ってる、ねえー、今日のメグパンのヒントは,はい、はい、1, 1おやつみたいなやつに、うん、パンではない。<laughs> <laughs> <laughs> いいんですよ育ち盛りですからね <laughs> そうだよ朝はいろんなもの食べますよ, <laughs> だよ <laughs> そこも <laughs> ヒントをお待ちしています <laughs> ヒントじゃない回答をお待ちしています大塚健治さんが「ダメじゃん」って言ってるよダメじゃんもうすぐ言われちゃった <laughs> でルドルフさんが「最近の若い子は海に行きたくない」とかって言ってる言ったけど私若くないですからいいんですよ <laughs> そ<う> <laughs> 寝ないで考えた嘘でしょ」って「嘘つきさんと忘れんぼさんの放送だのを思い出した」って言われて。 ああ、もう、いつの話かね、これは。もう、いを頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。週末だし、台風ちょっとそれるみたいだしね。むしろ沖縄に向かってないみたいね。ま石垣。先島には、ああ、そうか。近づくけどね。そうだね。うん、うん、うん。はい、それでは、皆さん。 メールアドレスは761チャットマーク f m k o s a d j p 761チャットマーク f m k o s a d j p でお待ちしています。メッセージやリクエストは FM コザのホームページから送ることもできます。番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きます。そちらからも気軽に、お気軽に参加してくださいね。そして FM コザでは YouStream とツイキャスで映像と音声を熱、ね、い配信しています。FM コザのホームページからね YouStream 見れますし、ツイキャスもねあのスマホ どこから世界各国から見ることができます皆さんそちらもお楽しみくださいそれでは今日も8時から10時まで2時間生放送元気に楽しくお送りしていきます皆さん最後までお付き合いくださいそれでは本日のオープニングナンバーをお届けします斉藤和義で優しくなりたい Mày ăn. 時刻は8時17分を回りました沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからマイオアシスお届けしています金曜日お相手は上条美希です この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気から7月28日金曜日今日の沖縄地方のお天気は沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて概ね晴れています一方台風第9号はフィリピンの東を北へ進んでいます本日の本島中南部の天気は 曇り、ところにより朝から夕方にかけて雨が降るでしょう。この後の降水確率は20%。本日の日中の最高気温は34度。風が東の風、後にやや強く、波の高さは2メートル、後に2.5メートル、うねりを伴うでしょう。沖縄本島地方の沿岸の海域では、 28日夕方から波が高波が高まる見込みです続いて週末のお天気ですまずは明日7月29日土曜日沖縄本島地方曇り時々晴れの予報です降水確率は20%那覇の予想最高気温は33度予想最低気温は28度の予想です続いてあさって 日曜日のお天気は曇り時々雨でしょう降水確率は60%お高いですねいきなり那覇の予想最高気温は33度予想最低気温は28度となっていますうん。ちょっと台風が心配だったんですけれども、えー、この向こう1週間は期間の初めは高気圧に覆われておおむね晴れますが その後は台風や湿った空気の影響で曇りで雨の降る日があるでしょうということですなお台風第9号の影響で八重山地方では29日から30日に大しけとなる見込みです以上お天気情報でした続いて道路交通情報をお届けしますまずは沖縄自動車道からです沖縄自動車道、えー、沖縄南 上りでですね、故障者が出ているようです。えー、また、八ヶか,から石川間、上りで工事のための寄生虫です。で巨大インター下りで、巨大インター付近ですね、うん、工事中です。あとはスムーズに流れています。続いて一般道です。一般道は、沖縄市方面は、うん、ほとんど渋滞混雑見られません。 那覇方面だと前原交差点渋滞です。また大、大蛇な牧港グスクマ間でも渋滞が見られます。義母駅周辺でも義母交差点か義母交差点でも。渋滞見られます。皆様気をつけて通行してください。以上、道路交通情報をお伝えしました。それではツイキャスから全国のお天気をお伝えします。まずは。 今日は誰だろう今日は誰だろうこの方、えー、ルドルフさんはいさーおはようですラジオ体操したかなミーキー・メイドゥ今日も楽しくということで大阪は晴れの予報ですが曇っています27度最高気温の予報は34度ですよということでおおでもなんかやっぱりあったかいですねそして えー、あメグパンのヒントも来てますねルドルフさん今日はさっくりした表面中にはたっぷりのあんこメロンパンでいきますってあこれヒント聞かないうちにきっと送ってくれたやつですね <laughs> 今日のメグパンのヒントはですね1おやつみたいなパン2パンではないです。<laughs> 続いて大塚健二さんおはようございます埼玉は降水確率30%最高気温30度最低気温23度の予報です室温30度扇風機でしのいでますうわ暑そう温風しか来ないんじゃない放送ファイトということでそして FM 小座花火大会はあるんですかという質問が来てるすごいなやっちゃう先行花火大会 <laughs> 誰が一番長く持つか <laughs> そしてジェイさん「上城メグオおはよう」「今朝の横浜は晴れ予想最高気温は30度久しぶりに夏らしい陽気な天気です」っておおいいですねで <laughs> このくらいかな天気はこのくらいかなもっとあったかなあのね大塚健児さん「メグパンの」 サンダーアンダギーどうでしょうって言ってるあるかやこんなパン <laughs> はいこの辺ですかね皆さんいつもありがとうございます FM 小座から見えるお天気ですがなんかちょっと曇ってるね今日ね雨そんなに降るあれ降水確率は低いんだけれどもちょっと灰色がかってますね国道三ンサムアルはスムーズに流れています今日ね幹が FM 小ザ着いた時はとっても空が水色で綺麗だったんですけれどもこの FM 小ザと BC スポーツのさ前にあるブーゲンビリアがさとっても綺麗に咲いてるねこれ綺麗だねね色が生えてますねパークアベニューのこの入り口に生えてるもんだからさすごい綺麗だなと思って写真おばさんしてた今日はさ <laughs> <laughs> 皆さん、今日も一日安全運転でお過ごしくださいね。今日のメメッセーーージテーマは夏はは夏でお待ちしていますメールアドレスは 始まそれでは懐かしいですね「野、えー、の,の中の銀の蛍さん」からのリクエストをお届けします。ジジッタリンジンで夏祭り 検討してくれてんじゃないの 時刻は8時30分を回りましたこの時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしますまずは琉球新報総合面から日報隠蔽混乱で引きということで稲田智美防衛相は27日官僚を閣僚を辞任する意向を固めました 南スーダン国連平和維持活動部隊の日報隠蔽問題をめぐり防衛省トップとして混乱を招いた責任を取る形となります、はあ、防衛省ポストは8月3日にも実施する内閣改造まで首相か官僚が閣僚が兼務する方向です政府関係者が明らかにしましたということでうん 上の人が責任取って、やめると。<わ>続いて。えー、っと、沖縄タイムス社会面からです。台風九号が北上、明日先島接近か。台風第九号は、二十七日、フィリピンの東を発達しながら北上し。二十九日には、先島諸島に接近する恐れがあります。気象台は。 沖縄本島地方や先島諸島の沿岸海域では28日からうねりを伴い波が高くなる見込み海上や海岸付近では高波に注意と呼びかけています27日午後10時現在台風第9号はフィリピンの東にあり時速約15キロの速さで北北西へ進んでいます中心の気圧は985ヘクトパスカル 中心付近の最大風速は30メートル最大瞬間風速は40メートルで中心の南西側330キロ以内と北東側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています、うん、波の高さ最大瞬間風速は50メートルで波の高さはうねりを伴い4メートルに達する見込みということでなんか夏ね やっぱね台風シーズンでもあるんですよなこんなにいいお天気なのにというねしかも週末を狙ってくる台風っていうのが結構多かった気がするんですけれどこの何年かどうせならみたいなまあいいけど続いて沖縄タイムス経済面から沖縄市の話題です。泡盛カクテテルのコンンペティションが開かれたそうですよ第24回 カクテルコンペティションがこのほど沖縄市のミュージックタウン音市場でありました最優秀賞にあたる沖縄および北方対策担当大臣賞にはバー和歌の大城祐希さんが輝きました今回は沖縄市で初開催県内外から集まったバーテンダー約40人が泡盛ベースの創作カクテルを披露しましたショートカクテル ロングカクテルジャグリングの技術を織り交ぜたフレアテンディングの3部門に分かれ腕を競いましたすごいねジャグリングを混ぜたあれがあるんだへえ味や見た目の美しさに加えてカクテルを作る際の手さばきや姿勢なども評価されました部門別1位の沖縄総合事務局長賞にはショートがバーティアラの佐藤文也さん ロングはバーフォレストチェアーの山城しおりさんが選,べ、ま、選ばれましたフレア1位の沖縄市長賞はシェラトトンン沖縄サンマリリーーナリゾートの中村智明さんでしたへえその他の賞もいろいろあったということですごいねこういうなんか上手な人のカクテル泡盛りカクテル飲んでみたいね。 きっとパフォーマンスもさることながら味もきっとおいしいんだよね割合とかねいいですな続いて琉球新報市町村面から沖縄市の話題です公園の遊具を使って体を鍛えるストリートワークアクトの公式大会第1回ストリートワークアウト日本大会 2017in 沖縄が 11月4日午前10時から沖縄市の東南植物楽園で開催されます主催するストリートワークアウトジャパンが21日東南植物楽園で記者会見を開き来場を呼びかけた出場者も募集していますということでこれさあのテレビでよくやるさマッスルなんとかあるさああいうことだよね。面白そう 沖縄大会へえこの優勝した人はですねこの大会で日本代表として18年2018年7月にロシアで開催される世界大会に派遣されるそうですよ。すごい全国初でこの世界ね SW 連盟の公式規則にのっとった競技会は全国初だそうです。面白そうへー 競技の緊張感を味わいながらもゆったりと自然を楽しむこともできるマッスルピクニックという形式で開催されるそうです多くの人が SW に注目し会場に足を運んでくれることを願っていますということで中曽根雄三代表が呼びかけました大会会場では来場者が鉄棒や平行棒を使って SW を体感できる体験できる一角も設けられています。 出場申し込みは8月20日まで SWJ のウェブサイトで受け付けていますということで皆さん我こそだという方は是非応募してみてくださいこのさっきからね SWSW って言ってる SW はストリートワークアウトの略ですねローマ字で SW ですおお面白そう面白そう続いてこちら琉球新報一暮らし面からですこれ昨日か ミミリーさんが折り紙をいっぱい持ってからあの写した写真がフェイスブックでね写されていたと思うんですけれどもこの折り紙結構いろんなねあの場所で見かける人も多いかもしれない折り鶴レイギネス挑戦だそうです沖縄市は折り鶴でレイを作成しその長さで世界最長のギネス記録に挑戦します。県民 市民から集めた織鶴を9.7キロの1本のロープでつなぎ巨大な霊と知ります9月7日の沖縄市民平和の日記念行事の一環で平和の日の周知と平和への機運を高めることが目的です沖縄市はギネス記録認定に向けて多くの県民 市民の方に折り鶴を折ってもらいたいと多くの参加を呼びかけているそうです。今現在のですねこのレイのギネス記録は2013年に広島市で樹立された7キロだそうです。7キロ <laughs> これ千葉の折り鶴どころじゃないね恐ろしいね。 へえ、9.7キロを沖縄市は目標に掲げているそうですよ。9.7キロにするにはですね、35万バだそうです。皆さんぜひご参加お願いします。このね、折り紙も可愛いんですよ。なんかね、あのキャラクターの絵が描かれてたんですけれども、これキューナっていう世界平和を祈求するキャラクターだそうです。結構ね、眉毛も太いあの世界平和っていうおじさんみたいなキャラクターがね。<laughs> 書かれてますこれ測定式があの9月7日午後2時半から沖縄市体育館で開かれるそうですこの時にギネス公式認定員が測定するそうですようん皆さん是非ボランティアも募集してるそうなので参加してください、うん、FM 小ザにもね折り紙いっぱいありますからね皆さん折りに来てくださいねよろしくお願いします今日いっぱい沖縄市の場であるね だろう次沖縄タイムス地域面から沖縄市の話題です「ささげ初めて食べたよ」って書かれてる <laughs> 沖縄市内で生産されている豆科の野菜ささげを小学生に知ってもらうための出前授業が7日市立上田小学校でありました JA 沖縄小座支店が進めている食育事業の一環ですささげを栽培している同支店 園芸生産部会の又吉綾子副会長が特徴などを説明して出前授業が開かれたとこれ給食の時間にね六年一組の児童三十一人の皆さんに開かれた授業だそうです笹毛を使った和え物を食べながらこの又吉さんの話に耳を傾けましたということでへー6人1組イレイ龍くん11歳は 初めてササを食おいし,しいし栄養がたくさん入っていそうと笑顔だったということで「ささげ」って初めて聞きましたけれども食べてみたいもんですな天ぷらとか炒め物に使える万能野菜だそうです。<ー>ということで以上この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。 時刻は八時四十分です続いてはこのコーナーですそれでは今日は何の日のコーナーですまずは沖縄手帳からご紹介しますもう七月もあと4日ですね早いな今年始まったばっかりで友達と彼氏ができますようにって夜中から 恋愛の神社に行った日がはるか昔になってしまっているまだ叶ってませんけれどもということで7月28日金曜日今日は大安ですおめでとうございます今日旧暦の6月6日今日中止を日の絵立つです今日の満潮は10時16分22時56分今日の館長は 4時21分、16時35分となっています。今日は1998年、復権沖縄友好会館落成の日です。そして、1956年、プライス韓国反対4原則貫鉄県民大会、15万人が結集した日です。そして、その他の記念日としまして、今日7月28日、 葉っぱののの日日日です今日は1914年オーストリアがセルビアに宣戦線布告し第一次世界大戦が勃発した日ああそうだだったん1928年日本人がアムステルダムオリンピックで初の金メダルを獲得した日そして1965年江戸川乱歩が亡くなった日。 そして1967年ラジオ受信料廃止が決定された日ラジオの受信料を取ってた時があったんだ。<え>はあびっくりだね、うん、これ続いてたら儲けてたのにねそして1983年メンダ事件の無罪が確定された日そして1984年 ロサンゼルス五輪オリンピックソ連が不参加になった日 <laughs> ソ連アファーだねねこんななにに長い間不参加を何の日になっちゃうとは、ね、今日の誕生日の方は1929年ジャクリーン・オナシスさんそして1938年ペルー大統領のアルベルト・フジモリさんそしてあ この日にねこの誕生日の日にこのアルベルト・フジモリさんは大統領に就任したそうですね、えー、そして1939年マッド・アマノさんの誕生日そして1949年歌手の大滝栄一さんの誕生日そして1958年歌手の佐伯健三さんそして。 1963年ライオネスアスカさんの誕生日です今日の誕生歌はなでしこ花言葉はいつでも愛してです素晴らしい今日もいい日になりますように以上今日は何の日のコーナーですそれではここで曲を一曲お届けしますからでゴーゴーサ やばい。<Bye. S 2> <My answer. S 1> 時刻は八時四十八分です。メッセージ届いてます。ラジオネーム北のリスさんです。ありがとうございます。 素敵すぎて溢れる気持ちを抑えきれない「ミキさんおはようございます」ってこいつは絶対リズさんだかな <laughs> 先週は遅刻その時朝ドラを見て起こしてくれなかった母親に対して寂しい気持ちになっていましたね <laughs> 優しさは諦めることにも似ています優しさは甘やかすことにも似ています 人に期待を持つと裏切られた時に寂しさや切なさが訪れます自分自身の気持ちが楽になる方法を見つけてくださいね美キさんは素敵な人ですからということで上げて下げる下げ,下げて下げて下げて上げるみたいな本 <laughs> 当 <laughs> ね先週ね遅刻しちゃって皆さん申し訳ないですね朝からドタバタドタバタしてからね,ね今日はねちょっと。 ブーゲンビリアに気づく余裕の心もありましたから。はい、もう二週連続はやばいだろうと思ってからね。本 <laughs> 当ね、あのね、ドアを開けて、すぐ一メートルもないぐらいに、食卓の椅子にお母さん座ってましたからね。うん、お前、絶対ちょっと。<laughs> なんでいつもはさ、起きてる時、起こさなくていい時に、勝手に部屋開けてから、着替え途中とかに、免許起きてるって言うくせに。 ここんな時なな時ぜ起こさないと思ってしかも出かける時にとってもちっちゃな声で「いってらっしゃい」って言ってんだよね <laughs> 絶対わざとだと思って <laughs> こいつ最近喧嘩したから絶対と思ってねまあいいんですよいいんですよまあいいんですよ今ねあの絵,絵の勉強をしに大学に通ってる、えー、夏休み、うん、絵を描くからね絵を描く人っていうのはね 気持ちが難しいですから、うん、そうそう、あ、私も確かにわ <laughs> かる、あの似、ー、てしまってる、<laughs> あ、メッセージありがとうございます。そして続いて、あ、リスちゃんさんからタロットのコーナー来てますね。<laughs> 夏の思い出は燃えるゴミ、花火の 豪華にくべても不完全燃焼するのみって言ってますけど、何があったんだ。どうした？これ？そしてツイキャスもコメント来てますね。うんと教育からよろしくということで、リュウニャンさんが来てますね。仕事間に合うように時間見てからしてくださいよ。ありがとうね。うん、<laughs> そして続いてうんとルドルフさん、今日のメグパンのヒント、おやつパンでないということは？ チーズタルトで行ってみますっていうメッセージ来てますね <laughs> そして今日コメントいっぱい皆さんありがとうございますね、えー、ルドルスさん今日のテーマ夏は子供の国で坂を登ったり下ったりすると動物さんと同じぐらいぐたっとしてしまいますよってはー夏はね意外とねあのー、夜型の動物って多くてねあの子供の国でないと ナイトツアーみたいなのあるさあの時にライオンとかが元気とかいう話も聞くけどねあれたち猫だからねなんか、ね、昼間寝てる動物をっていうそしてえー、っと「ポソケンさん <laughs> おはようコザモスバーガー」って「明日は」 沖縄の吉本から違う大阪の吉本から本場のお笑いが来るので気持ちは仕事どころではございませんがとりあえず仕事行って決まっちゃということで電波センターラジオ頑張るんじゃって言ってますね電波戦隊になってる私たち <laughs> なんかねあのー、きっとあでもさ吉本お笑いか月が6月いっぱいで閉館してまた新しいところに移転するけどね今ねあ泊まりに あじゃあ泊まりに来るのかな,なすごい吉本本当にねこの吉本沖縄花月ができてからあのテレビで見るような吉本芸人さんがたくさん来るよね。もうポン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 平日でもポン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 来てるよ。あのねやっぱりテレビで見てもあれだけど本物見るとあの人たちとっても面白いよ。あのなんていうかやっぱり 意外と意外とっていうか沖縄の芸人さんもすごく面白いけどあのテレビで見てる人も本当に面白いんだなって思った去年。と <laughs> いうことで沖縄もちちさん頑張って仕事してからお笑い見に行ってくださいね。<laughs> そして、うん、目の保養さっきのね、あのー、有料放送の。 ああれがあったじゃないですか今日日は何の日にラジオ受信料が有料放送するからよ火曜日のラジオ体操はっていう話でね結構皆さんがざわついてますね <laughs> 本当にね朝から何を見てるんだって全くもってそういう気持ちで始めたんじゃないと思うんですよサリーさんはね歌者ですから。 体を起こしたいという気持ちでラジオ体操をしたと思うんですようん、本当にね。<laughs> ということで皆さんそろそろ八時台エンディングとなりますもうちょっとあるかお知らせするそうですねほい皆さん夏休みにうってつけのプラネタリウム上映会のお知らせが届いてますよ素敵ですねこれ、しかも今日までだ 7月28日金曜日までですたまにはゆったり星空を眺めてみませんかということで参加無料のプラ,ネプラネタリウム上映会のお知らせです季節の星空を紹介する番組と今夜の星空の解説をするそうです所要時間は30分程度ですぜひお立ち寄りくださいこれ場所はですね、えー、沖縄子どもの国で開催されています の場所そうなの違うよね市役所だよねこれね場所が書かれてない市役所か沖縄市役所ですねうん市役所であるそうですこの黒いドーム型のねプラネタリウムがやる皆さんぜひ子どもたち今朝起きてる子どもたち沖縄市役所に行ったら星空がいっぱいのプラネタリウムが見れるそうですよ時間はたくさんあって 10時からと11時からと1時からと1時45分2時半15時15分16時が最終となって7個時間ありますから皆さんぜひ見に行ってください。これ沖縄こどもの国がねあの開催しているそうですけれども沖縄市民じゃない沖縄市役所で今日まで参加無料で開催されています。そしてて続いてスーパーパ劇場の お知らせです。スーパーコザ劇場、これ、リッカリッカフェスタの時に、沖縄市で独自に開催しているので、ね、素晴らしい、キジムナフェスタの盛り上がりを、今年もということで、2017年7月29日、明日ですね、沖縄市センター公民館で開かれますスーパーコザ劇場、ガベッズ。 昨日ね、FM 小座に来てくれていたようですよ、そして絵本の作家のサバさん、そして沖縄市の帰ってきたキジムナーダンサーズのコミュニティダンスの皆さんが、あ日7月29日土曜日、沖縄市センター公民館、昼公演は15時開演。 夜公演は19時開演、両日ともに開演は30分前となっていますあ。会場は30分前となっています。チケットは前売り一般2000円、小学生以下1500円、自由席となっています。当日は500円増しですので、ぜひ今日のうちにチケットをお求めください。プレーガイドは沖縄市民小劇場、足名、福原楽器。 テリア楽器でチケット買えますスーパーパ劇場皆さんぜひ遊びに行ってくださいそして2017年もうすぐ迫ってまいりました8月5日土曜日「FM コザナイトインビアバイキング」も開催されます会場18時開演18時30分 八本市は一切使用しておりません。ステージイベント抽選会もありお友達を誘ってぜひ参加してください FM 小座の人気パーソナリティの皆さんもそして沖縄での人気歌手の皆さんもイベントをステージしてくれるそうです飲み放題食べ放題ビンバイキングとなってまして料金は大人3000円子ども料金もあります前日まで入約すると割引もありますのでぜひ皆さんご予約よろしくお願いします これはですね、ご予約とかお問い合わせは、FM 小座で、ゼロキュー八九三四の八六五三でお待ちしていますよ。ぜひ、夏を FM 小座と一緒に過ごしてくださいということで、八時台。この後、九時台は、ハイサイ沖縄シティ、そしてアイ・レディースクリニック。赤ちゃんいらっしゃいのコーナーがあります。九時台も元気にお届けしますよ。 お中野町の和輝さんが私は運転免許証更新に行ってきますって言ってますね気をつけて無事に更新できますように9時には帰ってきてきください <laughs> それではまた9時台お会いしましょうチャンネルはそのままで。 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を、沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。はじめに、夏休み子ども人権フェスタのご案内です。 3歳から小学生ままでのの子ととそのご家族が対象となります。内容は DVD 上映人権擁護委員による紙芝居の読み語りと人権かるた啓発資料展示啓発物品配布父母や家族からの子ども人権相談受付コーナーなどがあります日時は本日 7月28日金曜日午前10時から午後4時まで行います開会式も行われます開会式は午前10時から10時30分までです場所は沖縄市福祉文化プラザ詳しくはお問い合わせくださいお問い合わせは平和男女共同化まで続いて 土地家屋調査士による相談会のご案内です土地の境界問題や土地・建物の登記問題などについてお気軽にご相談ください日時は本日7月28日金曜日午前9時から午後4時まで開催しています場所は市役所1階展示コーナーです 相談料は無料お問い合わせは沖縄県土地家屋調査士会中部支部まで電話933-3282933-3282番までお問い合わせください続いて認知症の人と家族の会講座福祉機器の 上手な選び方と使い方の講座が行われます車椅子や歩行器などの選び方と使い方の説明を行います体験も開催されます上手に選んで使うことで介護負担の軽減につながります日時は7月28日金曜日午後1時から3時までです場所は 沖縄市社会福祉センター2階、会議室で行います。定員は20人。参加料は無料です。申し込み、お問い合わせは、基幹型地域包括支援センターまで。続いて、沖縄市立中央公民館8月講座のご案内です。8月は、 同様の世界を知ろう同様の歴史や意味作者のメッセージを知り同様の魅力を学びます講師はフリーアナウンサーのイラミナ・ゼンコ氏です期間は全4回で8月5日から26日毎週土曜日に行います時間は午前10時から正午まで場所は 沖縄市立中央公民館研修室で行います対象は市内在住・在勤の成人の方定員は30人です受講料は無料託児所も無料で設けられています申し込み期間は本日7月28日金曜日午後5時までです申し込み方法は 電話またはファックスでお申し込みください。氏名、住所、連絡先、性別、年代を必ず記入してください。詳しくはお問い合わせください。申し込み、お問い合わせは、沖縄市立中央公民館まで。電話89、894-6129、894-6129。 ファックスは939の0035939 00の0035番までお問い合わせください続いて第62回沖縄全島エイサー祭り出店者募集のお知らせです 9月16日土曜日、17日日曜日の2日間、コザ運動公園で開催される全島エイサー祭りの出展者を募集します。申し込み方法は、出展申し込み書に必要事項を記入の上、沖縄市観光物産振興協会へ提出、沖縄市各校観光分散振興協会にて、 申し込み書を配布しています申し込み期間は市内業者及び沖縄市観光物産振興協会沖縄商工会議所会員となります詳しくはお問い合わせくださいお問い合わせは一般社団法人沖縄市観光物産振興協会まで電話九八九の 5566 989-5566番までお問い合わせください続いて沖縄市公立保育所保育士及び調理士募集のお知らせです募集人員は保育士調理士ともに若干名となります資格の要件は保育士は 保育士免許調理師は調理師免許となります勤務条件や勤務先などの詳細はお問い合わせくださいお問い合わせは保育幼稚園課まで続いて夏休み期間小学校プール開放のご案内です期間は 8月18日金曜日まで土日祝日を除きます天候などの理由により開放しない場合もありますご了承ください時間は午前9時30分から11時30分まで場所は市内の小学校14校です高原省と美東省は工事中のため開放はなしとなります 対象は3歳以上の市民の皆さんです。小学校3年生以下は保護者同伴となります。使用料は無料です。必ず水泳帽を着用してください。また、団体利用の際は1週間前までに市民スポーツ課へご連絡ください。お問い合わせは市民スポーツ課まで。電話、 九三二の一二九四。九三二の。一二九四番までお問い合わせください。以上。ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは。沖縄市の提供でお送りしました。 イ <Bye. S 2> <My answer. S 1> 時刻は9時11分を回りました。 今ね朝からねこのリスナーさんのリュウニャンさんが来てくれてるんですけれどもずっとこの窓に顔を寄せてね結構圧迫されながら私、放送してるんですけれども <laughs> あのコーヒーの差し入れいただきましてめぐみさんと2人分どうもありがとうございます。はいサイ終わって喉が渇いた時を狙ってきっとね狙ってというかそのタイミングでくれたんでしょうね。 ありがとうございますね <laughs> それではこの時間は沖縄地方の天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気からです、えー、7月28日金曜日今日の沖縄地方のお天気は沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておむね晴れています一方台風第9号はフィリピンの東を北へ進んでいます 本日の本島中南部の天気は、曇り、ところにより朝から夕方にかけて雨が降るようです。この後の降水確率は20%。本日の日中の最高気温は34度。風が東の風、後にやや強く、波の高さは2メートル、後に2.5メートル、うねりを伴うでしょう。 沖縄本島地方の沿岸の海域では、28日夕方から波が高まる見込みです。うん、続いて、週末のお天気です。まずは、暑い。7月29日土曜日、沖縄本島地方、曇り時々晴れの予報です。降水確率は20%。那覇の予想最高気温は33度。予想最低気温は28度の見込みです。 続いて、あさって30、三十日、土曜日じゃない、日曜日のお天気は、沖縄本島地方。曇り、時々雨の予報です。降水確率は六十パーセント。那覇の予想最高気温は三十三度、予想最低気温は二十八度となっています。向こう一週間は、ですね。あのー、期間の初めは高気圧に覆われて、おおむね晴れますが。 その後は台風や湿った空気の影響で曇りで雨の降る日があるでしょうということです以上お天気情報でした続いて道路交通情報をお伝えしますまずは沖縄自動車道からです沖縄自動車道は沖縄南インターノボリでですね工事のための寄生虫ですまた北中から西原那覇にかけて 下りで工事のための規制中です。やかインターヨシカワ間でも上りで工事のための規制が行われています。皆さん気をつけて通行してください。続いて一般道です。一般道はおもうほぼ沖縄市方面はねどこも渋滞混雑見られません。少しですね坂田交差点から義母じゃないな坂田からアハ茶向けでですね。 えー、渋滞していますまた大蛇名牧港グスクマ間でも渋滞です皆様気をつけて安全運転でお過ごしください以上道路交通情報をお伝えしました それでは曲をお届けします。北のリスさんリクエストです。ミス王者で B お届けしている曲は北のリスさんからのリクエストで、ミス王者で、B です。意外とないい曲やし、怒らないでくださいねってコメント書かれてんだけど、気にするだけ、私のメッセージは損だと思うのですいませんっていう控えめなコメントが届いてますけど <laughs>、メッセージ、リクエストありがとうございました。 それでは皆さんこの時間がやってまいりました上条美希のエセクソタロットのコーナーでーすはい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 あのー、座ってから聞いてくださいねここずっといるとねあの圧迫感すごいですから <laughs> 結構あの動物園の動物見られてる今心境ですからあのー、ガラスにねヘバルついて <laughs> 座って聞いてください大丈夫ですよありがとうねコーヒーもうんうんうん ゆっくりゆっくり,ゆっくりブーゲンビリアを眺めながら今から占いしますのでぜひご参加くださいね。ということで皆さんもうすぐ8月7月最終金曜日でございますあとは土日を過ごして7月31日残る一日を月曜日を過ごすともう8月になってしまいますよ元気ですか夏バテとかクーラー負けしてないですか ねえなんかスマホなんちゃらとかいう、ね、疲れる要素がいっぱいの夏ですけれども <laughs> 夏が悪くはない意外とね部屋にいたらね暑くてクーラーも冷えてもう体調管理どうすればという感じなんだけれど外に出たらね世界が明るくて空も明るくていい天気なもんだからあっけに取られるこの夏汗かいてますか代謝どうですか 心の代謝、どうですか。私は悪いですよ。ということで、上条もいい加減にね喋るのはやめて。エセクソタロット行きたいと思います。<laughs> 何番とか届いてましたね。今日も私が三枚カードを引きますから。これだって思うカードをね。ぜひ一緒に選んでみてください。それではいきますよ。一。二。三枚。引きました。 えー、リスさんメッセージ届いてますね不完全の2ということで何があったんでしょうね本当に何だろうこれ、あのー、35億の写真とこれマライア・キャリーですか歌ってる写真が添付されてますけれども全く何か意味も伝わらない <laughs> とりあえず2ということでいただきましたありがとうございますそしてルドルフさん今日は1番テントン頑張ろうかいさん3番3番ということでみうマルさん2番 そしてえー、おこんなところですかねりゅうにゃんさん一番 OK そして今日のヒントは史上最強に分からないメグパンさん何番にしますか 2> 番, <laughs> 2番 OK じゃあ私は一番にしようかな大塚健二さん一番お願いしますねということでそれでは皆さん一番目から弾いていきますよ自転車でかけのボール1あ 一番ね。あ、サボさん、一枚目引きましたけど、二枚目でいいんですか?。大丈夫?。うんとね。一番はね。もうちょっと。あれね。今。もし傷ついていたとしても。今。が。全部決めるわけじゃないし。 もしこの傷つける要因があったとしてもそれだけじゃないじゃないですか人,だった人に例えるとするともしそれが人だったとすると人はいろんな側面がありますからその人のね一つの面でもめっちゃ傷つけられたり傷ついたとしてもまた他の面ではねとってもいいところもあるからねそんなに傷つかずに夏を走っていこうっていうカードですねすごく心がね。 傷ついいたーって泣いて泣る女の人の人カードが出た <laughs> あのーねちょっと傷ついたらねまた何かおいしいものを食べたりまたただの睡眠不足だったらもう思いゆくまで寝たりして夜が明けるのを待ちましょう <laughs> 流れと流れておけば大丈夫ですよということで2番目引きますよタランさ、おー 2番目はね白が出た久しぶりだねこれね真っ白なカードです自由フリーですからあの何もない言うことは何もない自由に何にも決めることなく何にも縛られることなく自分の好きなように あのー、踊り狂ってください。大丈夫です。何でも。オッケーっていうカードが出ました。夏を走ってください。<laughs> また、<laughs> このフレーズ気に入ったみたいな。そして3番目の方行きますよ。足らん。3番目の方はね。これはね、あれですね。現実を。生きてる人の？ カードですね現実を生きてるというかね仕事やこの現実世界で戦っている人のカードちょっとは休んでもいいんじゃないかね土日が目の前ですしあのちょっと息抜きしてからあの気分転換でもしてからさやってくださいいつもねカチ,カチ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 一生懸命働いてる人は。 あれよ休み方ももしかしたら、ね、忘れてしまっているかもしれないけれども昔を思い出したり、ね、ちょっと好きなことを思い出してちょっとやってみるだけでも気分転換になりますから、あのー、たまにはディズニーを、ね、見てみるのも悪くないとかのかど分からんけれどもちょっと息抜きしてくださいよそしてまた戦う元気をつけて現実を皆さん生き抜いてください。 とということで今日ね久しぶりにね2番に透明なっていうかね真っ白なカードが出ちゃったよ。これはねもうあれだよなんかね そう決められたものだけはもったいないなと思って初めて入れたカードですから皆さん自分の好きに来てくださいね、あのー、どうせエセクトですから。ということで「<laughs> よしこのまま帰ってクーラーの中で寝よう」って言ってるそういうことじゃないです店頭さん。<laughs> サボれって意味じゃないです。<laughs> <laughs> うん、大塚賢治さん二番のがいい気がするので。一番から二番に変えてくださいってオッケーです。二 <laughs>、うん、番にしてください。三浦さん二番何やってもマイくいくそうって、じゃあ、皆さん今日二番ということで頑張ってください。ということでね、この後九時半からは。九時半というか、この後すぐですね。アイルディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃいのコーナーがあります。 お楽しみにウェジョン向けのエセクソタロットのコーナーでした